こんにちは。こんにちは。はい、ではよかったらお名前どうぞ。はい、フォレストの鍋谷と申します。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、すっかり常連のフォレストさんでございます。いやいやいや、またよろしくお願いします。はい、今日はまたイベントがあるということでやってもらいました。はい、はいはい、何のイベントでございましょう。ね、今日はですね、はい、ちょうど昨日、4月29日からやってるんですけど、はい、私の愛する古代久我原大地とポピース展というのをやってます。お出てもらってましたけど、はいはい、ずっと縄文時代とかの古墳を愛してる話をしてましたけども。そうですね、ちょうどね、はい、この間上川さん、あれ11月でしたね、はい、ちょうど上川さんとね、柴山さんと、皆さんで回って、はい、遺跡巡りのツアーをやって、非常にちょっと感触を得たので、はい、満を持して今回ゴールデンウィークに企画展をやらせてもらいました。はい、了解でございます。はい、はい、こちらは桑原でございます。そうですね、はい、桑原のフォレストさんでございまして、はい、普段は蒲田桐子とかそうですね、やってるお店なんですけど、はい、ずっと縄文時代とか古墳の愛を語ってまして、ね、はいはい、実は久我原には遺跡があるんだよっていう話でずっとやってましたけども、はいはい、そうですね、はい、それもまあ PR じゃないけども、はい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 、ちょうどね、本当この前にも地図出たけど、はい、ここですね、今回このテーマがここにも書いてありますけど、私の愛する古代大地とポピース展で、この地図ですね、この地図の絵で大田区の久我原にいっぱい遺跡、そうですね、があったり、こう土器が出てきたり、そう、旧石器から縄文から弥生から古墳と、はい、もう本当に古代のオンパレードに石があるんですね。なるほど。でその中の私が愛してる、まあ、4選の中の遺跡でちょっとイメージしたものを今回展示してます。はい、はい、いろいろなんか創作物を作ったんですね。そうですね、今回ですね、やっぱり一の創作推しはやっぱりこのポピリスという名前のこれはもう、うん、なんだかみんな、なんだろう、検索しても出てこないんですよ。そうですね、全く今回も来たお客さんに検索しても何もわからなかったと、うん、まあ本当これ私が作った造語なんですけど、造語、はい、まあ要はキャラクターの名前ですね。あ、なるほど、はい、これはね何かというと、ここのちょうど久我原にですね、千鳥久保遺跡というのがありまして、はい、貝塚というのがあって、はい、そこから出てきたシャーマンの杖、はい、に出会ったんですね。なるほど。でこれがもう日本でもなかなかこういう完全な形で、うん、シャーマンが握って出土したってのはないんですよね。なるほど。でそれでちょっと衝撃を受けて、はい、まあそれのまあシャーマンのことを杖を調べていたら、まあいろいろ妄想とか空想が出てきて、なるほど、それをまず形にしたのがこのポピリスということです。ははは。要はこういうものをね、自分のイメージした形に作ったんですね。はいはい。で例えばこれは大きさはこれぐらいなんですか。だいたいこのぐらいですね。あ、原寸大？だいたいほぼ。へえ。でこういうポピリスという、はい、こういうね、これは私がデザインを したものを、友田区の町工場の安久幸喜さんというところがですね、はい、設計してくれて、はい、それで 3D プリンターで、あ、なるほど、出してくれた。流行りのですね。はいはい。ものです。これじゃあ一点物ですか。一点物。これはもう非売品です。非売品。お気に入りなんで売りません。はい、はいはい。でその他にですね、こういう切り子の絵皿。なるほど。それをそのいわゆるモチーフとしていろいろ作品を作ったんですね。はいはい。あと昔ちょっとこのモニュメントをマンションで作りまして、その時の10分の1のモデルを置いたり。はい、なるほど。はい。それでですね、その他に、まあこれがですね、また小説も今書いてまして、はい、ポピリスの。でそれをこういうご自分で書いたんですか。はいはい。それこれもまあ同人誌をですね、猫の村上、うちでもね、前に、猫の村上太鼓さんと私で2人でやった同人誌なんですけど、はいはいはい、ここでポピリスという小説を私が短編連載で書いてます。あ、なるほど。でこれももう2号で、これもまたもうちょっと妄想空想の世界の私の中のポピリスの世界をちょっとやってます。はあはい、これはこれで完結したんですね、話は。まだです。え、まだ。まだどんどん未完。まあ未完。あ、そうなんですね。まだまだ連載も。連載です。あ、そうなんですか。まだまだ続きます。どれぐらい続く？まあ死ぬまで続く。あ、そうなんですね。まだわかんないですけど。はいはいはい。というような形のがちょっとまず一つがメインですね。はいはいはい。でその他に次に縄文なんですけど、はい、それ以外にここの店頭に、はい、飾ってるピンクの花瓶、はい、これはですね弥生時代の久我原石、はい、というのから出てきた久我原式土器っていうのをイメージして作ったものです、うんうん、はいはい、これはもう20年前に作ったんですよ当時。あ、はいはいはい。
で、まあ、久我原式土器っていうのも非常に弥生時代の土器としてはすごい有名なんですね。でひょっとしたら弥生時代っていう名前も、うん、久我原時代だったかもしれないんです。あ、というのはなぜかって言ったら、はい、弥生町で出てきたものの方がちょっと早かったから弥生時代だ。なるほど。その後に久我原が出てきたから。ああ、なるほど。なのでひょっとしたら久我原時代だったかもしれません。これだとだいぶ時代、時代というか町のイメージが変わってますね。そうですね。で、まあ当時これも非常にイメージとしては、古代人が土器を通じて未来を見た時にどういうような未来になるかなという、うん、ことも含めたちょっとイメージで作りました。はい、はい、その他に、ここから見ると矢尻です。矢尻でございます。では次は矢尻なんですけど、はい、これはもっと、もう弥生縄文よりさらに遡って、うん、旧石器時代、はいはいはい、この間皆さんで街歩きした久我原小学校周辺から、はい、出てきた遺跡の出土品なんですね、うんうん、なるほど。だ当時まあ、久我原遺跡っていうのは約今から2万5000年から1万2000年前、うんうん、かなり古いんですけど、うん、まあ、そこで古代の旧石器人が石器を使って、うん、矢尻を作ってたんじゃないかと。なるほど。でこちらをクリスタルガラスで再現してみたいなものです、はい、これも非売品なんですけど、はいはい、はい、いう形。なるほど。それが私の今回創作のメインの形ですね。はいはい、はいはい、これはいつまでやってるんですか。はい、これは5月8日まで。8日までゴールデンウィーク中ですね。はいはい、あとその他に知り合いの方がですね、うん、ゲスト展示でここの奥の、はい、絵ですね。絵が奥村睦美さんと、やはり縄文や弥生を古墳を愛する、方がですね、はい、絵を久我原遺跡の絵を描いて久我原式土器や出土品の絵を作ってます。なるほど。はい、その他に正面にちょっと土器がありますね、はい、あれは、菊池逸夫さんという方が、はい、宮城の方なんですが、うん、がこの久我原式土器を再現したものを、なるほど、レプリカを今回展示していただいてと。その時代を愛する人たち仲間がいるんですね。そうですね。はいはい、そういう方にちょっと今回助けられて、ちょっとその古代の久我原のムードをもう少しでも感じてもらおうかなと思ってやってます。はい、結構そういうコミュニティは大きいんですか。どうですかね。まあだんだん今やっぱり縄文ブームとか、うん、古墳ブームとか、うん、まあそうですね。ちょっとちょいちょい見ますよ、ね。まあまあだんだんそれは増えてます。うんうん、でまた結構今回これからなんか考古学観光っていうの、考古学、うん、あ、はいはい、観光が結びつくみたいな、うん、そういうなんか学問領域も出てきてるみたいな、うん、そうそうね、結構なんか注目を浴びてるみたいです。なるほど。はい、こういうのは売ってるものも結構あるんですか。そうですね。基本的に絵も販売、絵も売っている、土器も販売、土器も売っている、はい、あ、なるほど。あとまあ独人誌も売ってる。はいはいはい。まあ、唯一売ってないのは矢尻とか、うんうん、ポピュリスの 3D、 はい、この弥生式に近いと、まあ、これも一応販売はしてるんですね。ご希望の方がいらっしゃったら、なるほど、販売しております。なるほど、はい、どうでしょう。今日で2日目ですよね。だから、はいはいはい、なんか売れたものとかありますか。まあ、もうなくなってるのは。あ、本当ですか。絵を描いたんですね、ポピュリス、はいはい、私が、はいはい、ちょっとこのクッキーに描いてるような絵なんですけど、はいはい、その絵が2日目にして売り切れ、売り切れダメじゃないですか。もうちょっと数してこないと。そうです。あとお皿も売り切れ。あ、本当ですか。はいはい。もうなのでまあどうしようかなそうですね、急いで作らないとはい、これからちょっと仕込もうかなと思ってます。なるほど、はい、いや、ちょっとずっと気になったんですけど、はい、この服ですよ。はい、これは作ったんですか。いや、これはね、買ってきたんですね。ちょうどたまたま渋谷の東急ハンズで、ええ、古墳フェアっていうか今やってて、古墳フェアっていうか古墳グッズみたいの、それたまたまその時にこの T シャツが出て、もう本当一目見ていいなと思って、そうですよ、ね、買っちゃいました。これここにリーバイスって入ってますけど、そう、これだからリーバイスのジーパンを多分のリメイクしてるんですね。そうですよね。でそれがまたすごくなんかうん、リメイクするってのもなんかちょっと古代的じゃないですか。ああ、なるほど。物を大切にするっていう、はいはいはい、それとセンスもすごくいいので、うん、上手に作ってますよね、はい、それで私も結構前方後円墳好きなんで、嫌いじゃない形なんで、なるほど、これでやはりうちの家内も一緒に買ってしまいました。あ、本当ですか、はい、やっぱり古墳好き業界がやっぱあるんですね。いや、そういうのが作って売れるってことは、売れるですね、まあいろいろ古墳に関するものがもう今
あらゆるちょっとグッズも出てるので。なるほど。歌もありますし、はいはいはい、まあそれは結構すごく、ね、これちなみにおいくらぐらいしたんですか。忘れちゃったな、これ結構しました。1万円までしてない。ああでも結構ある。でもまあまあまあ、なるほど、結構あのでもちゃんとしてるからね。まあそうですよね、はい、なんかやっぱちょっと心臓が温かくなるよね。そうですね、うん、すごくいい感じ。健康にはいいかもしれないですね、はい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 、なるほど、はい、あとはその土器愛というか縄文愛、うん、まあ縄文はやっぱ何がいいかって、やっぱりそのまず僕もやっぱりもともと自然が好きなので、山とか好きなので、やっぱりもう当時はもう自然のそのまま、うんうん、まあそれ厳しいこともあったかもしれないけど、完全にもうなんか天然の世界じゃないですか。そうですよね、まあ、そこはすごく憧れてるところで、まあ今で言えばなんかもうオーガニックとか無添加とか今盛んにさ、うん、ね言われてるけど、ほとんど全部そういう有機的な世界だったって、そこに憧れてる良さがありますね。はいはい、それとあともう一つはやっぱりその本能っていうの、多分当時の人って我々現代人と違ってもっとその感覚がもういろんな風を感じたり、太陽とかいろんな、まあ、光の方向とか、もうあらゆる感覚でいろんなことを判断する能力っていうのはもう我々の現代人の思いも及ばない能力を持ってたんじゃないかと思いまして、うん、そうですね、その辺がすごく惹かれるところで、結構やっぱり鎌田桐子とともつながってて、はい、やっぱ鎌田桐子の模様っていうのも結構やっぱり古代的なところの発想から来てるんですよ、ね、はいはいはい、やっぱ自然の恵みとか祈りとか人に幸せになってもらいたいとか、はい、いうようなところの原点から作ってるので、そこはすごくね、なんか縄文と鎌田桐子っていうのは私の世界の中ではつながってると思います。わかりました、はい。これだってあのあれですよね、水とか波とか、そうそう、水だし、みんなだからそういうもう、ね、そうそう、結局そういう古代の感覚に近いから、うん、だからあんまり現代風に考えてないっていうか、なるほど、はい、そこはやっぱ鎌田桐子の世界観と、うん、この縄文の世界っていうのは結構リンクしてると思います。なるほど、はい、がすごく僕は好きなところですね。そういうのは子供の頃から好きだったんですか。まあなんとなくやっぱり小学校そのそう5年生の時に小学校の授業で歴史で授業ありまして、それでもう歴史が一気に好きになって、それからまああと地図が好きになって、っていうんで古代がとにかく好きになってましたね。なるほど。だからやっぱその日本人はどっから来たかとかいうのがもう本当11歳ぐらいかなぐらいからずっと頭にこびりついてなかった。なるほど。まあ、いました。なるほど、はい、あ、そういうのは僕も好きですね。そうだね。どっから来てどこまで行くかみたいな。そうそうそう、それがやっぱり、まあ、そこは多分上川さんうまいこと言うな、やっぱりあのそこはやっぱポピュースなんかもやっぱり今回そういうのがテーマになってて、うん、今小説も連載書いてるんですけど、うん、まあその辺もなんかまあ空想ですけど、うん、まあいろいろ散りばめながら行こうかなと思ってます。じゃあこの活動は今後も続いていくんですね。まあ活動ってね、本当なんかね、やっぱり自分がこういうふうにやって、うん、まあ多分人が歌うように、うん、歌を作るような感覚で、僕もやっぱこういうなんか自分の空想の世界を、うん、まあなるべくどんどん続けていきたいなと思って。なるほど、はい。ちなみにこういうその会をやったのは初めてなんですか。はい、定期的にやってるんですか今までは。展示とか。あ、これは今回も初めて。初めて。それやっぱあのなかなかここはお店なので、そうですね、きちんとしたお店なので、あのうちの家内が全部責任を持ってやってるので、はいはい、なかなかその棚を貸してくれる機会がなかったもんですから、今回ようやく まあ、ゴールデンウィークに一部使ってもいいよという許可が出たので、はい、なるほど、やらせてもらいました。なるほど、はい、じゃあこれから続くかどうかも、これから あの今日の反応次第というか、そうですね、ゴールデンウィークあと1週間ぐらいありますけど、はい、ただまあお客さんの中にもう常設にしてくれっていう。あ、本当ですか。あの熱い声も出てるので。じゃあちょっとワンコーナーぐらい作ってもらえますか。まあ、できたらね、一棚ぐらいちょっと、ね、残したいないただきたいなと思ってるんですけ ど結構そういう熱い声があったり、うん、あと、もっとこういうすごいポピュリストがこういうものをあのもっと街で活かせばなんていうね、うん、あのちょうどあの来た地元のお客さんがそういう声を言っていただいてるので、うん、なるほど、なんかこれからどうなっていくかっていうのは楽しみです。そうですよ、こういうのぜひ、はい、あの常設でその駅前とかに置いてくださいよ。僕いつも言ってますけど、ああ桑原さんあれがあるとこだねみたいな、はい、もうぜひそういうのね作りたいですよね。その西郷さんじゃないけど、はいはいはい、ハチ公とかね、ハチ公みたいなね、ああいう待ち合わせのとか、
まあ、やっぱりね、うん、ある程度なんか残っていくものが作れたらいいですよね。そうですね。あのやっぱり1000年ぐらい持つもの、うんうん、じゃないとなんかつまんないと。ガラスもほらやっぱり1000年ぐらい持つんですよ、うんうん、私がやってる、まあ、ガラスって素材は、はい、そうですね。まあ、なのでやっぱり、まあ、1000年2000年持つんだったら、まあ、地球にも別にいいかなみたいなところはね、まあまあ、ありますよね。その辺はだって、はい、もし1000年経ってダメになったら一回溶かしたりとかしてまた作り直せば、まあそれもあるからね。それこそ SDGs だから、それは全然 OK だと思うんですよ、ね。まあ、とりあえず1000年捨てなければ全然問題ない。そうですね、うん、まあ、なんとなくね、そういうことでいろいろちょっと創作はやっぱこの縄文というかポプリスに出会って、うん、これからちょっといろいろの他方面でできたらいいかなと思ってます。なるほど、はい、わかりました。はい、というわけで、これはゴールデンウィーク中5月8、8日までやってますね、はい。まだ多分あの YouTube の方は間に合う、あの編集しますので。本当に、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ連休の中、はい、ぜひ見に来てもらって、はい、縄文弥生とか古墳が好きな人が、そうですね、これからもいろいろ集まって何かできるように、はい、そうですね、あの、まあ、できたら、はい、もうまずはこのナトムというところで連載を続けて、はい、まあ、できれば夢は連載ごとに展示ができれば、ね、あ、なるほどね、いろいろ広がっていくので、そこでちょっとまた新しい縄文好きな人にもまたちょっとね、なんか参加してもらってもいいし、そうですね、はいはい、いう形でちょっとこれからやっていきたいと思います。わかりました。あの、はい、ガラスも通常通りやっておりますので、よろしくお願いします。そうですね、まあ、その縄文の8日が終わっても、はい、その蒲田桐子のお店はずっと開いてますので、はい、なってますので、はい、その縄文情報も多分随分じいじ流れると思うので、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます、失礼します。